宇佐美が宇佐美がいるチームの監督になったらどういう声かかるんですか。今の宇佐美がどんな選手かわからないんでね、ちゃんとチームを引っ張ってくれるベテランで技術も高かったらね、誰よりも信頼して使いますね。そうじゃない選手だったら、まあそういう選手を使わないっていう判断を、うん、普通に戦力外にしてベンチにも入れないっていう判断を許してくれるスポーツエクターのところにしか行かないですね、僕だったら。自分がスポーツエクターになっても監督にそう言いますね。もうあのプロ意識がなかったりとか、チームに対してこうマイナスな発言する選手とかいたらバンガンガン外してもらっていいんでみたいな。うん、そうしないと無理ですね、勝つチーム作るのは。楽しい、あの仲良しで楽しくサッカーやろうみたいなとこ作るんだったらどんな人いてもいいんだけど、強いチーム作るんだったら、こうあの自分の中のこうなんか見せたくない顔っていうか、やりたくない仕事やんなきゃいけない時っていうのはめちゃくちゃありますね。今の宇佐美はちょっと守備が上手くなったオンザボーラーって感じで、特にポジターがひどい印象です。まあ、これに関しては本当、ここ雑談パートなんで、あんま適当に聞いてほしいですけど、僕、レオザ学園であのゲーム部みたいにやってるんですよ。で、そこにガンバファンの子多くて、で、あ、J リーグファンの子多いんですよ、FC 東京で。いろんなチームの話聞くと、ガンバファンの子たちはもうみんな、なんかこう、口を濁したように、まあ今のサッカーに関してはもう何も言えないっすね、みたいな。みんな何頑張ってチームが自分の娘とか息子の感覚で、まあ、娘かな。で、監督が彼氏みたいな感覚だから、娘のね。うん、だからまあ、娘は可愛いから悪い男に今捕まっちゃってるけど、まあ信じるしかないみたいな、そんなテンションなんで。だから構造が整理されてない中で、選手が言い悪いっていうのはね、まあ僕に関してはもう別に今の頑張るのさみたいなのか言えないし、現状頑張り問題があるっていうのは、まあ宮本さんの頃が続いてる問題だから、